こちら。この時期、7月から8月は暑すぎて昼間は30分も乗れません。命の危険を感じるくらいです。なので夜練か朝練に変えようと思っています。エアコンの中ローラーでもいいのですが、外を走った感じと違うので避けたいです。朝と夜、元気選手はどちらが好きですか？また暑さ対策などあったら教えてください。はい、こちらの回答、元気です。はい、そうですね。質問のね、名前よく間違えられるんですけど、元気の元気は元気じゃなくて喜ぶですね。はい、そこ大事なんですけどね、結構ね。はい、最近のトレーニングは夕方に帰宅するタイミングで出発しています。朝へ乗りに行くと体が起きていないのでうまく力が出ないのです。また暑さを回避したいのであれば、木が茂っている山とかに走りに行くといいと思います。ってわけでね、暑さ対策っていうのはね、いろいろあるんですけど、あんまり日中は避けたいっていうのは正直な部分ではあるんですけど、トレーニングとして見た場合には、自分はね、朝練はあんまり好きじゃないんです。っていうのも、朝起きてから体がしっかり動き出すまでにはある程度時間がかかりますんで、あんまりね、朝早くにパッと起きてね、よし練習行こうっていう風になりますとね、体が動かないわけですよ。思ったように力が出ない、筋肉が固まっているっていうか起きていない状態になりますんで、朝練はね、あんまり好きじゃないんです。確かに、ね、効果は高いんですよ。日中の気温が上がりきる前にささっと練習出てしまうとかっていうのは、特にね、交通量も少ないですし、ライドつけていれば、そこまで効果がね、暗さがね、問題になるってわけでもないんで、確かに効率的であって理想的な練習環境は理想的なのは朝っていうのは、まず間違いないんですけど、自分のね、体側の問題として朝練習を行うっていうのは少し微妙かなと思ってしまうんですよね。その考えっていうのはね、自分は昔から変わっていなくてね、ですから結構その朝練嫌いであったりもするんですけど、はい、なんでね、朝練は結構微妙かなと。ローラーに関してもね、実装の感覚とローラーの感覚って結構違う部分がありますので、実際にズイフトにね、ズイフトも同様ですけど、実装で強くなりたいのであれば、ズイフトとか室内トレーニングではなく、実装する必要があるかなと自分は考えています。ですからね、結局は外を走りに行かないといけないんですけど、はい。でね、自分の練習パターンの話としましては、先ほど朝練が苦手っていう話をしましたので、できる限りね、夕方側に寄せて走りに行くようにはしています。自分的にそれの方がね、いいかなと思って、あんまり朝早く練習も行きたくないっていうところがありますんで、夕方側には寄せてはいるんですけど、そうなると結局4時間の練習出る場合に関しても5時半とかに帰ってくるように時間設定したいなと思って出発するんですけど、途中のストップで30分消費するとして、4時間を練習して4時間半時間がかかるわけですよね。ってなってくると、そこから逆算していって5時半に帰ってきたい、じゃあ4時間半かかるって計算して1時に練習出るっていう形になるんですけど、1時に練習出るとね、結構気温のピーク時期にバッティングしているんで、確かにね、暑いんですよね、結構。はい、そこはね、仕方がないっちゃ仕方がないんで、夜に練習するのもね、なかなかっていう部分があったりするんで、この時期の練習は非常に難しいですね。で、いろいろ難しさっていうのは出発の時間帯に関してもそうなんですけど、
まあ、レースは実際日中に行われたりしますので、ある程度暑さに耐えるような能力っていうのも必要だったりするわけです。そうなってくるとね、あんまり涼しい時間帯ばっかりに練習していても、暑熱順化っていうような暑さに体が対応するような部分っていうのがあんまり整っていなくて、いざレースで力が発揮しきれなかったっていう風にもなりかねませんし、かといって暑い時間帯に出発しすぎますと体力の消耗が激しすぎて、まともな練習にならないっていう部分とかねがあったりするんで、選手としてはね結構難しい部分がある問題ですね、この時期の練習って。まあ実際のねレース中であればかけ水ボトルの水をね頭にかけたりして体を冷やしながら走ることもできるんですけど、まあそのトレーニングでもできないことはないんですけど、それってでもね、そのかけ水してるとねボトルの水がすごい勢いで減っていきますので、水をどうやって補給するのかっていう問題であったり、まあそのそういう部分ですかね、水の補給どうするのかっていうようなね部分の問題っていうのが結構ありますんで、どうしようかなっていう風になったりするわけです。あとはね、それ以外にもいくつかその方法っていうのはありまして、対策ですよね、暑さ対策っていうのは。まあね、その今髪の毛結構さっぱりさせてるんですけど、これもね少し頭に突っ込まないようにしたいっていうのがありましてね、少し以前は茂ってたんですけど髪の毛も、それをさっぱりとさしてはみたんですけど、まあこれの効果がいかほどのものかっていうのは今後わかる感じかなと思っています。はい。あとはね、標高高めのところに走りに行くとかっていうのも暑さ対策としては結構効果的かなと自分は思っています。標高がね上に上がれば上がるほど気温っていうのはどんどん下がっていきますので、それを利用してね少し標高高めの山とか高知県のところで練習するっていうのもありなんですけど、まあそれはね選手だからこそできることであって、なかなか一般の方に対して標高高いところで練習するといいですよって言っても難しいわけじゃないですか。だから少し現実的ではないかなと思ったりもします。あとはね、山っていう部分においては、その山をねこうこんもりしてるわけですから、日光が当たる側と当たんない側があるわけですよね。まあその冬場であれば、まあ冬場の話はいいか、夏場の場合はね日陰になる側の山の斜面を使ってトレーニングすれば結構涼しかったりしますね、意外と。はい。あとはその斜面がなおさら木でもう山に木が茂っていて道路全体が木に覆われてる、上がね上側が木にカバーされてるぐらいのね道路であればなおさら涼しく走ることも可能です。ですからね、そのまあ住んでいる場所にもよるんですけど、練習場所を工夫することで多少はその暑さから逃げることも可能ではあります。でもかけ水はね確かに効果的ではあるんですけど、水の補給問題があったりするんでなかなか難しかったりします。まあ自分の暑さ対策としてはね、時間帯ずらしてできる限り夕方に出発するとか、あるいはまあその山においてその斜面的に日陰が多そうな斜面に行って斜面側を走ることで少し暑さ回避とかしていますっていうね話になりますね。はい、こんなもんですね。はい。